京都競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。サイクルルー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはサイクルルー、さらにはマダムバレー、11番プライムストーン、その後ろオレンジチェンジ、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはプリンステキサス。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のプライムストーン中段につけています。プリンステキサス、前走は人気を裏切ってしまいましたが、今日はどうでしょうか。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはプリンステキサス、並んで14番パレス新世紀、間が空いてクリムゾンフォース、その隣にパフェアンジェラ、その外にジェットイージー、ピンクの帽子マダムバレー、その後ろすぐ後ろにスピークダンサー、オレンジチェンジ、そのうちに続いています。その後ろにハートオブガリバー、プライムストーン、後ろからここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。アレス新世紀、サイクルルー、ほとんど差がありません。プリンステキサス3番手、プライムストーン、いい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアレス新世紀、さあいよいよ直線の攻防。アレス新世紀先頭、差はほとんどない、あと 200m。 アレス新世紀先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。プライムストーン、プライムストーン、もう一伸び。プライムストーン1着、プライムストーン1着、2着にはどうやら宝泉エンプレス、1番人気に応えました。プライムストーン見事です。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。山菜牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発走です。さあ最後は大外枠のメジロフォース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ果たして何が行くでしょうか。サンドエトワール、前に行きそうです。オートリュレイン、それに続いています。さらにはサドンフィアリス、15番カフェタンポポ、その後ろ当選ホーネット、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはサンドエトワール、13番ロングハッスル、2番手を追走。その後ろからはカフェタンポポ、オートリュレイン、そのうちに続いています。その後ろにリッチブルーム。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のロングハッスル、現在先団に取り付いています。では前の方からサンドエトワール、先手を取りました。その後ろにスムースシャトー、好位置をキープしています。ロングハッスル、間が空いてキャッスルテンダー、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはサンドエトワール、スムースシャトー、すぐ後ろ好位置をキープしています。ロングハッスル、ゴロッポビリーブ、それに続いています。その隣にオートリュレイン、その横にメジロフォース、キャッスルテンダー、この馬もこのグループ、その隣にアドマイヤパサー。この辺りで各馬大けやきの向こう側を通過。前はサンドエトワール、スムースシャトー、ほとんど差がありません。トロットビリーブ、3番手ロングハッスル、いい位置です。さあここからどうか。サンドエトワール先頭、差はほとんどありません。2番手はスムースシャトー、先頭を捉えるか。やはりロングハッスル先頭だ。先頭変わってロングハッスル、残り 200m、 ロングハッスル余力は十分、さらに引き離していく。ビシニオ、ロングハッスル、2番手はミスバラッド、ロングハッスル1着、ロングハッスル1着、2着にはどうやらミスバラッド、これが世界の実力だ。ロングハッスル